大変やねんマジで。はいはい、もうええって。もう怖い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 。吐血です。吐血？吐血です。吐血ってなんやねん。吐血は吐血しません。吐血は吐血しませんね。うん、うん、ちゃちゃ、流行ってるからって、やったらあかんで、これ。なあ、ウケツさん知らんやろ、あんた。知ってます。この家ね、すごい変な家やって聞いたんで。いや、変な家ちゃう、普通の家や、ここは。ちょっと、見ていこうかなと思うんですけど。じゃ、変な家ちゃう、普通の家、ここ。ウケツです。ウケツです、もうええわ。ウケツ。わかったって、だからもう。んーじゃないねん、怖い怖い。怖っ。ちゃちゃ、お邪魔します。いや、めっちゃ嫌やわ。とりあえず、この家の変なところ、早速見ていこうかなと思って。じゃ、変じゃないし、これ、あんた変やよ。これ、何これ、もう、サウナ行ってきたんか、これ。な。いや、これガチャガチャですわ。ガチャガチャですか、これ。なんでこれ、ちょっとでかすぎて、怒ってます。うん、あ、この家、変なとこありました。うん、何？いや、変ちゃう。横がトイレにいます。うん、いや、トイレちゃんとお皿やから、もう。無理やり変なとこ探さんでええわ、もう。変ですね。変ちゃうわ。どこが変やねん。こちらをね、次、見ていこうと思うんですけど。じゃ、何や、ルームツアーみたいになってるわ。見てください。何よ。ベッキブラシが2つあります。ええやろ、別に2つ使ってても。変ですね。変ちゃうわ。そして、蓋が開いています。うん。トイレ使ったら普通蓋閉めますよね。うん、いや、もう閉めへん人もおるやろ。変ですね。変ちゃうわ、別に。行きましょう。行きましょうって何やねん、これ。何してんの、ずっと。なあ。ありました。何やねん。これ見てください。何？ホックがあります。うん。女の影でしょうか。変ですね。変じゃないよ、それ別に。どうして男のあなたはこのアリブのホックを持っているのか。いや、あんたがくれたんや。変ですね。あんたの行為でくれたものや。あ、何？何人で暮らしてるんでしょうか。うん、変ですね。いや、いろんな人来るから歯ブラシ置いてんねん。これ私の歯ブラシです、うん、私の歯ブラシちゃうよ、これ。私、勝手に1個使いました。いやいや、捨ててくれへん、1回使ったらもう。いいえ。いいえって何？いや、おかしいですね。おかしないねん。何もおかしないって。ちょっと何？ちょっとあまりにもおかしい。うん、あ、ちょっと見えましたね、あれ。ん？なんかあれ、顔見えましたけど。見えてないですよ。正体大丈夫なんですか、プケツさんは。プケツさんは、正体は不明です、うん、正体不明なんですよね。はい、ちょっと見えましたけど、ちらっと。いやいや、うん、栗原さん電話するんで。栗原さんに電話すんの？栗原さんじゃなくて誰ですか、それ。栗原さんやろ。ブルートゥースつなげんなって。栗原さんに電話しますね。ピッポパピッ、もしもし、栗原さん。栗原ってなってるやん、名前変わってるやん、設定がなんか。お、あ、米が炊けました。変ですね。変ちゃうわ、米炊けても。やっぱり変です、ね、どこかやねん。もしもし、栗原さん、うん、はい、プケツさん。おお、確かに合ってる。栗原さん。俺ら二人で何してんの？二人で変なことしてるだけ。栗原さん、この家、変なんですけど。うん、プリハラさん、この家にはですね、男性一人でしか住んでいないのに、おかしな点がたくさんあったり、いっぱいで暮らしてるような。歯磨きの量やったり。歯磨きの量、歯ブラシじゃなくて歯磨きないの？普通一家に一個のトイレブラシがあり、二つもあったり。プリハラさん、はい、この家、ちょっと壁の方に注目していただきたいんですけど、不気味な絵が飾ってあります。これは何でしょうか？プケツさん、呪いの絵ちゃうわ、自分らで描いた絵や。プケツです。でも名前毎回言わんでええよ。プリハラさん、なんかこの壁、お酒がいっぱいありますね。これは変ですね。変ちゃうやろ。これは多分アルコール増殖の人の家です。そんなことないわ。だから変な点がいっぱいあったんですね。ね、声入ってもうてんねん、これにな。もうやめや、もう。だから間違えて歯ブラシをいっぱい買ってしまったり。ただのアホやん、それは。もうトイレの便器ブラシが2つも買ってあったんですね。いや、1つ買ってあるの忘れたってことですね。アホすぎるやろ、やとしたら。そういうことです。いや、そういうことちゃうわ。でも、もう一つおかしい点がありました。何？大変やな、それ持ちながらな。こちらに、なんだか死体が入りそうな冷凍庫があります。入ってるわけないやん。プケツさん、これは開けてみましょう。見えてんの？栗原さんには、栗原さんかな。見えてるん、ここのあれが。私の目にはカメラが搭載されています。
ので、栗原さんにも私が見てる映像をお届けすることができるので、うん、そんなハイテクちゃうで、ウケツさん、はい、な栗原さん、開けてみます。はい、はい、普通や。栗原さん、大変です。何や、何この家にはバラバラ死体がたくさんあります。いやいや、突然背脂や、放点、俺、これウケツさん、もうええって。大発見です。わかりました。栗原さん、栗原さん、またもやおかしいものがありました。これは何ですか？いやいや、そのボール型のやつやん、これ。ウケツさん、これはやばいやつですね。やばないやろ、もう。栗原さんも語彙力なくなってきてもおとるやん。やばいやつですね、とか言って。これ、たくさんの散乱しています。うん、いや、汚いだけや、単純に。この家、おかしいです、やっぱり。おかしいんじゃないねん。変ですね。いや、ちょっとズボラな部屋や。なあ、全然変な部屋ちゃうねん。ちょっと、一旦カメラ置いてもらっていいですか？なんで？あ、おい、大丈夫？見えてもてるで。おい、え、プケツさんの正体分かってもらう、大丈夫？何言ってんですか？どうしたの？ん？何？かゆくてええねん、ここ。ああ、そうか。大丈夫？これ。え？大丈夫？え、いや、無理、全然無理よ。プケツです。いや、プケツですじゃないのよ。俺がこれ持ってんねんやんか。もう俺の協力あってのことやんか、これ。な。これ。ね、こちら、赤いですよね。いやいや。これ、人肉スープじゃないんですか？そんなわけないやろ。これ普通にキムチ鍋やん、これ。わかってますよ、私。何？プリハラさん、よくやりました。プリハラさんがプリハラさん言うて持てるやん。な。わからんくなってねえよ。プケツさんやろ？なあ。なあ。プリハラさんがプリハラさんってなんで呼びかけんねん。なあ。プケツ。うん。キムチ鍋や。どこがこれ人肉スープやねん、これがな。プリハラさん、一回確認して食べてみます。いや、食べへん方がええやろ、人肉スープやったら。人肉かどうか確認するために。うん。わかりました。お願いします。ようやるな、ずっとこれ。いける？多分これが人の肉ではないでしょうか、うん、豚肉やろ、どう見てもな。人の肉は豚肉に似てると言います。言わへんやろな。いただきます。うん、いや、出てる、うん、出てるで。ハルピョンの食事やただの、それはな。何してんねん、うまやろ。うん、言うんじゃないの、うん、普通にハルピョンの食事。もうええわ、もうそれな。これは人肉ですね。もう声普通だって思ってるやん。食べたことのない味ですね。そんなことないやろ。うん、これはあまりよろしくないですね。ねえ、もう一口いこうとすな。これ何か他にも入ってるのではないでしょうか。入ってるよ、そりゃ。豚肉以外にもいろいろね。そりゃ鶏肉は入ってないんですか。鶏肉も入ってるよ。もうピッ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 、もう押すな、それな。これですか？うん、鶏肉これや。これも人間の太ももの肉じゃないですか？いや、さっき自分で鶏肉入ってないんですか？言うてたやん。な。食べてみますね、一回。いや、でも、ハルピョンが出てきてもてんねん、ほら。いや、無理やって。な。これは大変だ。うん。人肉です。あ、いやいやいや、ひき肉ですみたいに言うな。人肉です、これは。わかったって。あなた。うん、あなた。もう逮捕します。指針逮捕系ですか、急に。急に。わかった、わかった。はい、はい、はい。はい、じゃあやめろ。気色悪いの。いつまでやんねん、これ。もうええで。なあ。聞いてる？いや、もぐもぐしとるな、おい。なあ。もぐもぐしとんねん。おい。いや、今日も一人、天の人を見つけることができました。うん。プリハラさん！うん、プリハラさん。プリハラさん！ウケツさん。プケツさん、どうされましたか？もうどうしたらいいでしょうか？いや、もうネタが尽きてるだけや、それは。ネタが尽きてどうしたらいいでしょうか、ない。もういい時間なので、チリクスープでも食べて帰ったらどうでしょうか。飯食いたいだけやろ。そうします、プリハラさん。うん。ということで、うん、この人肉スープを私が責任を持って食べます。ちょ、もうええでってことそう。うん、わかったわかった。うん。いや、そのゴムの部分見せたらあかんやろ、絶対それ。実は、プケツも変なところがあるんです。そらあるやろ、変すぎるからね。実はプケツ、正体、ウルトラマンなんです。ウルトラマンに紙粘土でやったんやね。うん。はい、うん、プケツ、実はウルトラマンでした。何言ってんの、さっきから。な、マジで紙粘土乾いてないんかしらけど、口の部分なくなってもてるわ、もう。な。いや、ハルピョンが出てきてもてる。うん、うん、うん。鼻作らんでええねん、鼻を。あなたかなった。ウルトラマンやから黄色いんやね、これ。
はい、ということで、あー終わった、急に終わる、もう疲れましたわ、急に終わるやん、ということで、うん、プケツでした、うん、満足いったみたいです。ということで皆さん、変な家には注意してください、うん、俺らは今日変なことしただけや。それではまた次回の動画でお会いしましょう、うん、さようなら、さようなら。二重プケツ。はい、終わり終わり。